どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、マリオットボンボイホテルデスクに問い合わせしてみたということで、先日ねこちらの動画で解説させていただいた宿泊実績2倍、ポイントが2倍もらえるキャンペーンとですね、2020年のステータスに応じてですね、宿泊実績がもらえる特別対応についてですね、結構ね質問いただいておりましたので、こちらね問い合わせさせていただきました。まずね、今回の動画ではステータスマッチ中のプラチナステータスの方は2021年ねどの実績が付与されるのかというところと、宿泊実績2倍ポイント2倍がもらえるキャンペーンの事前予約についてとですね、1泊優勝2泊目ポイント宿泊についてですね、問い合わせねさせていただきました。でですね、今回の動画ではですね、あくまで私がねマリオットボンボイデスクにですね確認させていただいた回答っていう風になっておりますので、マリオットボンボイのねホテルデスクの回答っていうのは、私がね問い合わせた時はこうだったけども、その後ね変更になるっていうこともゼロではありませんので、その点はご了承いただいた上でですね、この動画見ていただければなというふうに思います。まあね、私たちはデスクがね言っている回答をですね信じるしかありませんので、こういうところもですねあるっていうことだけはですね頭入れといていただきたいなというふうに思います。まず2020年のステータスに応じてですね、2021年に宿泊実績がね付与されるということで、まあ、こちらがですねその付与されるステータス実績になるわけなんですけども、シルバーであれば5泊、ゴールドであれば13泊、プラチナあれば25泊、チタンであれば38泊、アンバサダーであれば50泊がですね2021年に付与されるっていう感じなんですけども、今現在ですねステータスマッチを行っている方でプラチナステータスの方がどのね宿泊実績がね付与されるかという話なんですけども、こちらは残念ながらですね付与されるのはゴールドステータスっていう風になります。ですのでステータスマッチ中の方はですね、ステータスマッチをね始める前のねステータス実績で付与されるっていった形になりますので、SP ジャーメックスね保有されている方でマリオットボンボイねゴールドステータスの方であればですね、13泊が付与されるっていった形になっております。ステータスマッチ中ということで、システム的にですねマリオットボンボイ側でね分かってるっていう感じなんですね。正直私はですね、ステータスマッチ中であってもですねプラチナステータスということで、プラチナステータス分がですね宿泊実績ねもらえるのかなというふうに思っていたわけなんですけども、この点はですねちょっと残念だなというふうに思っております。それでは次に宿泊実績2倍ポイント2倍キャンペーンなんですけども、まず予約に関してなんですけども、今すぐ予約してですねキャンペーンねまだ始まっておりませんので、キャンペーンが始まってからですねエントリーすればその予約自体もキャンペーン対象っていうことになっております。ですのでもう予約されたいっていう方はですね、今からね予約して OK っていった形になりますんで、ひとまずですねこのキャンペーンについてはまだ始まっておりませんので、キャンペーンが始まったらですね間違いなくねエントリーしといていただきたいなっていうふうに思います。もちろんですねこちらキャンペーンが始まってですねエントリーしてないと対象外っていうふうになりますんで、こちらね注意していただきたいなっていうふうに思います。またですね、世の中はね今こんな状況っていうふうになりますんで、予約される方もですねキャンセル規定だけはですね気をつけてね予約していただきたいなっていうふうに思っております。またね、宿泊実績2倍ポイント2倍ねもらえるキャンペーンなんですけども、こちらキャンペーンに対象になるのはですね2泊以上の宿泊がね必要っていう風になりますんで、1泊2日だとですねこのキャンペーンはね対象っていう風にならないです。ですので2泊以上のね宿泊が必要っていった形になっております。でですね、こちらのキャンペーンの公式サイトのね Q&A には少なくとも1泊は優勝の宿泊っていうね記載があるんですよね。ですので2泊宿泊した場合ですね、1泊は優勝、1泊はポイントでね宿泊した場合、こちらのキャンペーンがね対象になるかという話なんですけども、こちらはキャンペーン対象っていった形になっております。ですので1泊はね優勝で宿泊していただいて、2泊目以降はですねポイントで宿泊した場合であってもですね、今回のキャンペーンは利用することができますので、ある程度ねマリオットボンボイポイント保有されている方はですね、かなりねステータスね維持するのがですねしやすいのではないのかなというふうに思っております。私もですね昨年プラチナ
ナステータスということで2021年に関しては25枠もらえるというふうになっておりまして、またね SDG の更新特典としてですね5泊分がもらえますので、合計するとね30泊がもらえるっていうふうになるんですよね。ですので残りねプラチナステータスを維持するには20泊ね必要なわけなんですけども、こちらのキャンペーンを利用するとですね10泊でねプラチナステータス維持することができるっていった形になっておりますんで、私もねこの方法で2021年ですねプラチナステータス維持ね修行しようかなというふうに思っております。でですねこの予約についての注意事項なんですけども、キャンペーンのね対象の予約については予約番号が1つである必要があるということですんで、マリオットボンボンにね予約すると予約番号っていうのがすぐ来ますよね。こちらが一つである必要があるということになります。こちらね注意していただきたいなというふうに思うんですよね。というのも優勝の場合はいいですよね。何泊優勝で取ったとしても予約番号ね一つで来るっていった形になりますんで、優勝の場合はですね問題ないかなというふうに思うんですけども、一泊は優勝、一泊はポイントでね予約した場合なんですけども、これ別々で取ってしまうと予約って分かれてしまいますよね。まあ予約番号はね2つで来る形になりますよね。これだと対象外っていう風になってしまいますんで、方法としてはですね2つあるっていった形になります。1つ目はですねデスクに連絡していただいて予約する方法っていった形になります。でデスクの電話番号についてはですね SPG アメックスね保有されている方であればですね裏面のね0120からね始まる電話番号にね連絡していただいて、現金とねポイントで組み合わせてね予約したい旨をね伝えていただければ利用できる切るっていった形になっております。それでは次にキャッシュ&ポイントのね利用方法なんですけども、マリオットボンボイのねスマートフォンアプリだとできないっていった形になっておりまして、 PC サイトでねやる必要がありますんで、もしね PC サイトがね利用できない状況の方に関してはですねデスクにね連絡していただきたいなというふうに思っております。それでは実際のやり方ね、ちょっとこれにね画面出しながらね解説していきたいなというふうに思うわけなんですけども、まずねマリオットボンボイのねログインしていただいて行き先ね決めていただきたいなっていうふうに思います。で今回ねシェラトン都ホテル東京でちょっとね検索させていただきますけども、まあ適当な日付でね2泊選んでですね検索かけていくんですけども、この特別料金っていうところの右側にポイントサーティフィケートを使うっていうのはねあると思いますんで、こちらをチェック入れてですね検索ねしていただきたいなというふうに思います。でですね出てきたらですねシェラトン都ホテル東京7万ポイントで出てますね。こちらね下の方に行っていただいてポイント交換っていうところにですね下に支払い方法をカスタマイズするっていうねところがあると思いますんで、こちらをねクリックしていただきます。そうするとですね2月の10日2月の11日っていった感じで2泊はね表示されるというふうに思うわけなんですけども、こちらですね1泊目はポイント、2泊目はね現金みたいな感じで、こんな感じでですね予約することができるっていった感じになってるんですよね。こちらね一応組み合わせをプレビューもね押しておきましょう。で組み合わせプレビューね押していただくと1泊はね 17,425円プラス 35,000ポイントでね予約することができるっていった形になっております。こちらね選択を押していただくと、そうするとですね予約の詳細ということで料金の概要のところにこんな感じでですね1泊目はポイント、2泊目は現金っていった感じでね利用することができるっていった形になっております。このようにね予約していただければ予約番号をね一つで利用することができますんで、優勝宿泊とポイント宿泊ね組み合わせて利用されたい方はですねぜひね覚えておいていただきたいなというふうに思っております。でですね一応優勝の予約ポイントの予約ね別々で予約した場合であってもホテルに連絡していただければ一つのね予約番号にしていただけるっていうこともね一応聞いているわけなんですけども、もし予約持たれている方で別々にね取っている方がいらっしゃいましたらですねホテルにね掛け合っていただくのもいいのかなっていうふうに思うわけなんですけども、もしねこれで予約番号がね一緒になってなくてですねキャンペーン対象外みたいな感じになってしまうとですねかなりねもったいないなっていうふうに思いますので、個人的にはですねデスクに連絡していただくかですねキャッシュ&ポイントでね予約ね完了してみていただきたいなっていうふうに思っております。
いかがだったでしょうか。今回ですね、マリオットボンボイホテルデスクに問い合わせしてみたということで、その回答をね、動画にさせていただきましたけども、このね、優勝の宿泊とポイントの宿泊をね、組み合わせる場合、予約番号が一つでないとですね、対象外になってしまうっていうのはかなりの注意事項ですよね。ちょっとですね、まだキャンペーン自体は開始してないっていった形になりますんで、プロモーションのね、表示のされ方っていうのは実際見てみないとね、どんな感じで表示されるかはね、わからないんですけども、こちらね、知らないで別々の予約でね、宿泊してしまって対象外になってしまったらですね、かなりね、もったいないっていった形になりますんで、このキャンペーンね、利用される方で優勝とポイントのね、宿泊組み合わせてね、利用されたい方はですね、本当に気をつけてね、利用してみていただきたいなというふうに思っております。またね、まだこのキャンペーンはね、始まっておりませんので、もしね、疑問に思うこと等々ねありましたらですね、ぜひね、コメント欄で教えていただきたいなというふうに思っております。いずれにしてもですね、このキャンペーンはかなりね、お得に利用することができるキャンペーンというふうになっておりますので、ホテルにね、気軽に宿泊できるようにね、なっていればですね、全力でね、楽しんでいきたいなというふうに思っております。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が気に入った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルなどについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方ですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。